中日新聞社中日新聞北陸本社北陸中日新聞中日新聞旧北陸本社北陸中日新聞は中日新聞北陸本社が発行している日本の日刊新聞中日新聞社が主に東海地方関東地方で発行する中日新聞の北陸版である2020年1から6月の発行部数は長官が86,373部で 有刊が6307部。通称は北陸中日または北中。1952年に北日本新聞社が北陸新聞として創刊。1960年に中文日本新聞社が北陸新聞の発行、編集権を買収。北陸新聞を北陸中日新聞に解消し、同紙を発行。1967年に 中日新聞北陸本社から発行されるようになる。かつて北中は北陸3県に向けて発行していたが、現在は富山県と石川県の2県のカバーとなっている。福井県内向けは、1992年に経営不振に陥っていた同県の地方紙、日韓福井を買収し、1993年に北中、福井版と紙面統合。 1994年には日韓県民福井として発行するようになった。夕刊は石川県のみで発行。ただし現在でも富山、福井両県内のごく一部で北中の夕刊などが販売されている場合もあるほか、福井県では福井市など極限られた地域で本社発行の中日新聞も併売されている。紙面の一部は中日新聞、東京新聞と、 紙面共有している。なお、福井県内では、県福とは別に、名古屋発行の中日新聞、福井版が一部地域で発行されている。2016年7月、北中の富山県向けの長官、及び中日スポーツの石川、富山版を、2017年秋からの予定で、競合地方紙の北国新聞白山工場に委託することで、業務提携を結んだと発表した。 中日新聞、東京新聞と同様に、憲法改正、首相の靖国神社参拝、君が予期立命令判決に反対、批判的である。2017年6月11日には、INK という記事を若者向け面で掲載した。北陸の地域新聞といっても、中日新聞、東京新聞の主面をそのまま引用することが多く、 2015年3月14日の北陸新幹線開業時には、北国新聞、北日本新聞がそれぞれ長官並みの号外を発行したにもかかわらず、同志は号外そのものを発行していない。現在の支局など詳細は公式サイトの地域の取材網を参照。2010年11月1日の紙面リニューアルによって、地域面の自問が刷新された。 2018年6月1日には、石川の地域面を全面改定し、各地域面が2面構成、合計6面構成と変更されている。同時に、野々市市の地域分けを、加賀、白山面から、金沢面へと変更している。なお、富山県では有観を発行していないため、石川県で割り当てられている、地域面6面構成のうち、2面が地域面、4面が、 有観掲載紙面となっている。地域面には、石川テレビの平日朝の情報番組、石川さん情報ライブリフレッシュの番組案内が掲載されている。2012年3月17日に BS の新チャンネル D-Life が開局したことに伴い、掲載するチャンネル及び放送局が変更された。これまで、ラジオ面に掲載されていた FM 福井、 FM 長野の番組表がこの日から掲載を取りやめた。中日系の新聞では民放系の BS チャンネルが唯一最終面に掲載されておらず、紙面の3分の1が広告となっている。石川県版の U 刊では FM と山も掲載されていない。1990年3月24日までテレビ欄、ラジオ欄は北陸3県共通であった。 1990年3月20日の FM、石川サービス放送開始、1990年3月25日のテレビ、金沢サービス放送開始以降、石川県版、富山県版、福井県版に分けて掲載することとなった。石川県が民放三局、富山県が民放二局だった1990年9月23日まで、石川県内版では、 石川県、富山県、福井県の全テレビ局をフルサイズで掲載していた。チューリップテレビ、北陸朝日放送会局により、段階的に富山県、福井県のテレビ欄がフルサイズからハーフサイズへと変更された。番組紹介には、例として、石川、BBT と石川、富山の放送局名が書かれている。2000年代初頭までは、石川、 BBT、福井といった形で、福井県内の放送局名も書かれていた。かつては、富山県向けにケーブルテレビのコミュニティチャンネルが掲載されていたが、現在は廃止されコミュニティ放送を除き掲載局を統一している。テレビは、日曜日のサンデー版中面に1週間分の番組表が掲載される。なお、FM の週間番組表はかつて土曜日。 長官本紙に掲載されたが、2020年5月30日を最後に掲載を取りやめた。サンデー版になる以前は、福井テレビ FBC テレビの番組表もフルサイズで掲載していた。ありがとうございます。